ミズーリ州の歴史では、主にアメリカ合衆国ミズーリ州となった地域に、ヨーロッパ人が探検を始めてからの歴史を概説する。1673年、ジャック・マルケット神父とルイジオリエがカヌーでミシシッピ川を降り、後にミズーリ州となる地域を進んだ。1682年、ロベール・ド・ラ・サールはルイジアナ領土をフランスのものと主張した。この時から十九世紀に、 ミシシッピ盆地で初めての鉄道が敷かれるまで、ミシシッピ水系がこの地域で唯一の通信と交通の手段だった。フランス支配の初期は先住民族との交易が唯一の主要産業だった。これにはカバの基樹費のカヌーやマルキブネが使われた。1720年までに五大湖やミシシッピ川河口を通って移民が退去して入植した。 急速に拡大する商業の需要に合わせて、バージやキールボードが導入された。1720年にはまた、フランス人、フィリップ・フランス・ワルノーによって、初めての黒人奴隷が、ミズりリ地域にもたらされ、鉛の最高に携わった。鉱山業者は、ミシシッピの鉱山で金も探していた。1724年、エティエンヌ・ブールモンによって、現在のミズりリ州、 キャロル軍の水売り川北岸にオーリリンズトデが建設された1750年、サントジュヌビエーブがミシシッピに建設された。フランス王イ15世はこの領土で黒人奴隷を使うことに関する布告を発行した。1762年のフォンテーヌブロー条約によって、スペインがこの地域の支配権を獲得したが、1770年までは、 実質的な支配を始めなかった。スペインの支配下でも黒人奴隷に関する法典は存続した。1764年、フランス人ピエール・ラクレード・リゲストによってセント・ルイスが作られた。5年後、リゲストはセント・チャールズを公易拠点として設立した。1800年、スペインはこの領土をフランスに戻す交渉を行った。フランスの支配者、 ナポレオン・ボナパルトはこの領土を拡大するアメリカ合衆国から守るのはできないと判断した。ナポレオンはトーマス・ジェファーソン大統領のアメリカ合衆国に対しルイジアナバイ州の一部として1803年2500万ドルでこの地域を売却した。1804年にはルイス・クラーク探検隊が地域の地図作りのために出発した。1805年 セントルイスを州都とするルイジアナ順州が設立された。1811年、蒸気船ニューオーリンズ号によって、ミシシッピオハヨ水系のピッツバーグから、ニューオーリンズまで運行が開始された。同じ年の12月16日、ニューマドリッド地震と呼ばれる一連の地震が始まり、アメリカ合衆国の歴史の中でも、最大規模のものとなった。その揺れは遠く、フィラデルフィアでも観測された。 1812年に、ルイジアナ州が成立した後、残ったルイジアナ巡州は、ミズーリー巡州と名前を変えた。この年、ミズーリー巡州の最初の州議会が作られ、ケープ、ジラード、ニューマドリッド、セントチャールズ、セントルイス及びセントジュヌビエーブの五軍が作られた。1817年、蒸気船ゼブロン・エム・パイク号がセントルイスに到着した。この年、 ニューオーリンズからオハイオ側のケンタッキー州、ルイビルにある滝まで、60内し80トンの積載量があるバージや、キールボートで、1回の航行あたり3、4ヶ月の、時間を必要とした。1820年、蒸気船で、同じ工程を15日、内し20日で航行し、1833年には、それが6日以下となった。1834年までに230隻の、 蒸気船が投入されてミシシッピ川の交易に使われ、総運送量は3万9000トンとなった。特に、オハイオ川やその支流からは、多くの平底船が農産物を運び下ろすために、使われ続けた。1842年、オハイオ州は広範な運河系を完成させ、ミシシッピ川と五大湖をつないだ。1825年に完成した、エリー運河、ハドソン川を使って、 大西洋のニューヨークコートをつないでおり、その経路利用も可能になった。川や五大湖の水路系を通じて、資源や農産物の交易が大きく成長した。1818 18年、カトリックイエズス会の神学校であるセントルイス大学が創設され、ミシシッピ川より西では最初の大学となった。その後拡張されて、一般的な学部が増設された。 1818 18年にはまた、ミズーリが奴隷州としてアメリカ合衆国への加盟を申請した。このことは自由州と奴隷州の間の微妙なバランスのゆえに全国的な議論となった。1820年のミズーリ妥協によって、ミズーリが奴隷州として合衆国に加盟する道が開かれ、同時にメイン州が自由州として加盟することでバランスが保たれた。さらに、 ミズーリ妥協では、北緯36度30分により、北のルイジアナ領土残りについて、奴隷制がないものとすることになった。同じ年に、ミズーリ州の最初の憲法が採択された。翌1821年、ミズーリは合衆国24番目の州として加盟し、高級的な議会議事堂が建設されるまで、セントチャールズを一時的な州都とした。 州都は1826年にジェファーソンシティに移された。ミシシッピ川で蒸気船が有効に使われるようになる以前、ミシシッピ渓谷の人口は200万人に届いていなかった。その人口は1820年の250万人から急速に増加し、1840年には600万人、1860年には1400万人を超えた。 南北戦争に向かっている時代の設備の行き届いた旅客船は、オハイオ川やミシシッピ川下流を特徴づけるものだった。この頃、ミズーリ州には自由国人も、奴隷の国人も存在した。1824年、ミズーリ州最高裁判所は自由国人は、再度奴隷化できない、いわゆる、一旦自由、常に自由という裁定を下した。1846年、 ドレッド・スコット対サンフォード事件の裁判が始まった。奴隷であったドレッドとハリエットのスコット夫妻が、中裁判所に自由を求めて、訴訟を起こした。これは彼らが以前に自由州に住んでいたいことを根拠に、していた。この裁判は1857年まで続き、スコットの要求を退け、奴隷制維持を容認する、合衆国最高裁判所の一時代を隠した。 判決につながった。修正率の時、ミズーリ州の西の境界は、カンザスシティのウェストボトムズで河川とミズーリ川が合流する地点に基づき、アイオワ州からアーカンソー州までまっすぐ線を引いた形になっていた。現在のミズーリ州北西部の土地は、アイオワ族とソーク族、フォックス族連合に譲渡された。白人開拓者による土地の侵食に続いて、 その最も顕著なものが、ジョセフ・ロビドであるが、ウィリアム・クラークがインディアンたちを説得して、1836年のフラット買収の結果、7500ドルと引き換えに、彼らの土地を諦めさせた。この土地は1837年に、連邦議会からも承認された。ロードアイランド州とデラウェア州を合わせた面積よりやや、小さい土地がミズーリ州に追加された。そこには、 アンドリュー、アッチソン、ブキャナン、ホルト、ノーダウェイ及びプラットの核軍ができたミズーリー大学が1839年に設立された。6年後、セントルイスと東海岸が電信線で結ばれた。これと同じ年にミシシッピ川より西では最初の銀行が作られた。カリフォルニアゴールドラッシュが1848年に始まり、セントルイス、インデペンデンス。 ベストポート及びセントジョセフがカリフォルニアを目指す人々の出発点となり、ミズーリ州には西部への出口というあだ名がついた。1年後にカンザスシティがミズーリ側包みに作られた。1860年、セントジョセフからカリフォルニア州、サクラメントまでポニーエクスプレスが走り始めたが短命に終わった。末日聖徒イエスキリスト教会の指導者、ジョセフ・スミス・ジュニアが ミズーリ州西部、特にインデペンデンス周辺地域や、その他のミズーリ州西部地域は、天国となり、最初の地となるという神のお告げを受けたと主張した。1830年代初期までに、モルモン教徒がこの地域、当初はインデペンデンス周辺地域とその周囲に入ってきた。モルモン教徒の社会が、デイビース軍に作られアダム・オンディアーマンと名付けられた。スミスは、その場所が、 エデンの園から追い出されたアダムの住んだ場所だと言った。ミズーリー州西部の初期開拓者の多くは南部州から来ており、奴隷制ももたらしていたので、新参者には不満だった。モルモン教徒は集団で投票を行い、一定地域に集中して住み、自分たちの間だけで取引を行うのが普通であり、また奴隷を持とうとしなかった。これらすべてのことが、 以前からの開拓者に嫉妬と疑いを生じさせた。モルモン教徒がその地域は神から彼らに与えられたという主張を口に出すことは事態を悪くするだけだった。1830年代半ばまでにモルモン教徒はインデペンデンス地域から実質的に追い出されたが北の軍部と少数は東に移り住んだ。以前からの開拓者との紛争が新たになり、1838年までに 敵対意識が再度頂点になった。ミズーリ州知事リルバーンボックスは撲滅命令の前兆となるものを発行し、それがミズーリ州人にとってどんな手段を尽くしてでもモルモン教徒を追い出そうという動機となった。小ゼリアや小さな戦闘が起こり、多くの人々、大半はモルモン教徒が殺された。ジョセフ・スミスは他の教派指導者等と共に監獄に入れられ、 数カ所の刑務所に5ヶ月以上も止められ、裁判や弔問の望みもなかった。スミスは逃亡を許され、彼とその教会はイリノイ州に移動して1839年にノーブーの町を作った。ミズーリ州には、末日聖徒、イエス・キリスト教会やキリスト教会社会によって、今でも意義あると考えられる重要な場所が多く残っている。 1976年ミズーリ州は公式に撲滅命令を破棄した。南北戦争が始まる直前、ミズーリ州人は合衆国からの脱退について投票し圧倒的な反対となった。しかし、1860年アメリカ合衆国大統領選挙で共和党候補者のエイブラハムリン・カーンはミズーリ州でほんのわずかな得票率しか得られず、 その大半がセントルイスからだった。北部民主党のスティーブン・ダグラスが、ミズーリ州の10人の選挙人票を獲得したが、これはダグラスが獲得した、票の全部だった。南軍側及び北軍側双方への同調者が暴走し、キャンプ・ジャクソン事件で最初の地が流されたのはセントルイスだった。1861年、ジョン・シー・フレモント将軍は、北軍に対して、 武器を取った者たちに所有されてきた奴隷を解放する宣言を発した。リンカーンは即座にこの未承認の行動を撤回した。脱退主義者たちは独自の州政府を作ろうとし、アメリカ連合国に加盟し、亡命政府の首都を、まずはミズーリ州ネオ所に、後にはテキサス州マーシャルに作った。戦争が終わるまでにミズーリ州から北軍に11万名、 南軍に4万名の兵士を送り出した。ミズーリ州は北部と南部の州を結びつける戦略的な位置にあったので、州内で多くの重要な戦闘が起こった。戦闘の数を見ると、バージニア州とテネシー州に次いで3番目に多い州であった。1861年にスターリング・プライスに率いられたミズーリ州兵と呼ばれる。 南部寄りの部隊はブーンビルから州内南西部までの長い撤退を始めた。カーシージの戦いで、ミズーリ州兵は、フランツ・シーゲル大佐に率いられた正規兵分権隊を破った。その後すぐに、ミズーリ州兵、アーカンソー州兵及び南軍の正規兵からなる12000万2千名の合同部隊が、ビィルソンズ・クリークの戦いで、ナサニエル・ライアンの北軍に干渉した。 ウィルソンズ・クリークでの成功に続いて、南軍は北へ押し出し、第一次歴ントンの戦いで3500名の守備隊を降伏させた。北軍は、ミズーリ州を取り返す作戦を立て、南軍を州内から撤退させ、アーカンソー州や後にはミシシッピ州に迫った。アーカンソー州では、ミズーリ州人がピーリッチの戦いに参戦し敗北した。ミシシッピ州では、 ミズーリー州兵の一部隊が第二次コリンスの戦いというかの戦いに参加し大きな損失をこむった。西部戦線におけるプライスの襲撃ルート1864年スターリングプライスはミズーリー州解放の計画をとて1864年の襲撃を開始した。州内南東部をまず叩き機械侵軍してダビドソントリデを奪取しようとしたが失敗した。 次に、セントルイスを攻撃しようとしたが、そこが重厚に要塞化されていることを発見した。そこで西に転進し、ミズーリ川と平行に進んだ。北軍は、プライスの進軍を妨害しようと、グラス号の戦いや、第二次レキシントンの戦いのような小規模で、実質的に小ゼリアイの戦闘で対抗した。プライスは、州内最西部へ進行し、リトルブルー、 インデペンデンス及びバイラムズフォードの各戦闘に参加して苦戦した。プライスのミズーリ遠征はウェストポイントの戦いで頂点を示し、3万名以上の兵士が参加したこの戦闘は南軍の敗北につながっていった。プライス軍はカンザス州やオクラホマ州を抜けてアーカンソー州に撤退し、戦争の残り期間はそこに止まった。 組織的な軍隊の戦闘以外にもミズーリ州ではゲリラ戦が行われた。この苦痛を伴う二つに分けられた州内で隣人たちはしばしば戦争という言い訳を使って憎しみを培い、その隣人に武器を向けた。クアントリルの襲撃者のようなルローの部隊やブラッティビル、アンダーソンの兵士たちが電園部を怯えさせ、軍事施設や民間人開拓地を襲った。 ゲリラ戦が大きく広がったために、また、教会軍部の市民からの指示もあったので、北軍指導者は1863年に将軍命令11号を発し、ジャクソン、カス及びベイツの各軍を疎開させた。彼らは住民たちを除いて、ゲリラに対する支援を減らした。ミシシッピ川は、北軍の支配下に入って商業が止まった。戦争が終わった時、 南部の繁栄は一時的に崩壊した。何百という蒸気船が破壊された。さらに、西部との商売の多くは、ニューオーリンズからミシシッピ川を通ってという経路から、五大湖を通って、大西洋岸へという経路に変わり、急速にタルート化する鉄道の新線に移っていった。もちろん、戦後すぐにミシシッピ川を使った商業は復活したが、南西流路の出口にあるサスに妨げられた。 1879年に南流路の出口に井戸の特定を設けることで解決策が得られたが荷物を運ぶための設備は鉄道に比べてはるかに劣ったものであり蒸気船の会社が繁栄を取り戻すことはなかった。1865年ミズーリ州は奴隷制を廃止した。アメリカ合衆国憲法修正第十三条の採択前に即時解放の条例を発することで 実行した。水売り州は新憲法を採択し、元南軍の支持者には選挙権を否定し、特定の職業に就くことも禁じた。水売りの女性参政権クラブは、女性の選挙権を勝ち取るために1867年に組織化されたが、全国でも最初のそのような組織だった。水売り州は1875年10月30日に3回目の憲法を採択した。 1882年、銀行強盗であり南軍のゲリラだったジェシー・ジェームズがセント・ジョセフで殺された。ゲートウェイ・アーチ1912年3月1日、アメリカ陸軍のタイアルバート・ベリーがミズーリ州上空の飛行機から初めてパラシュート降下に成功した。1919年、ミズーリ州はアメリカ合衆国憲法修正第19条を 批准したことでは11番目の州となり、女性の賛成権を認めた。ミズーリ州からの最初の大統領は、ハリー・エストルーマンであり、ルーズベルトの死後1945年に就任した。トルーマンは1948年にも再選された。セントルイスのゲートウェイアーチは1945年に建設が開始された。1980年、裁判所に命じられた。 人種差別撤廃が水売り集州で始まった。ありがとうございます。